参拝する意味がよくわかりません。神社とお寺では作法が違うと思いますが、お参りするときに神様や仏様に失礼ないようにしたいです。正しい参拝の方を教えてください。まあこれは各宗教によっていろいろ意味合い違うと思いますが、まあまず何て言うんですか、神道神社に行きました。神道の中心層に八百万の神、つまり世界万物、これが神であるという考え方があります。確かにその我々というその人間という命はですね、自分一人の力で生きているんじゃなくて他者万物に支えられている。そしてその中心に太陽、これがあるんですね。でその宇宙の自然の中心に太陽があって、そしてその太陽を神格化したのがそのアマテラス大神という神道の中心で天皇のその祖先とされている存在であります。まあですから神社などに行った時にはその自然万物を神と見る神道のそれに基づいて日頃他者万物に感謝するという気持ちを込めて生きるように、まあ他者万物への感謝を込めてですね、お礼をすると、ありがとうございますと、そういうふうにするのはいいんじゃないかと思います。感謝のために参拝する、普通お願いをするために参拝するじゃないですかっていうのが大抵日本人のパターンですね。祈願のためにお参りするんであって感謝するためにお参りするんですか。ここら辺ちょっと重要で、参拝は感謝のためか、それとも現状への不満に基づくお願いのためか。感謝と不満って言ったら正反対ですね。で不満を抱いて今のが足りない、今の状態が足りない、もっと欲しいもっと欲しいと思っている方、そういう人は神社に行ってお願いお願いお願いをしますが、大抵なかなか叶わない。そうするとだんだんやっぱり神などいないっていう風になっちゃうんですね。一方感謝の強い人っていうのはその今の恵みをですね、他者万物神様から与えられたっていう考え方で、ありがとうございますありがとうございます、ありがとうございます。そういう人は逆に神仏の存在をより信じやすいんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ少なくともですね、日頃の恵みにその感謝をして、我々日本人って非常に恵まれた生命体ですから、21世紀の日本という安全長寿豊か三拍子揃ってる世界に生まれてますから、その日頃の恵みを神仏に対して感謝をして、そして次にその段階で次の段階でお願い、これに入ると、感謝に基づいてお願いに入ると、そしてそのお願いに入る時も自分にこれをください、っていうだけじゃなくて、それをいただいたら他人のためにこういう恩返しをしますというような、その自己中心だけじゃなくて利他の精神を持ってですね、何かのお願いをするっていうのがいいのかなと私は思っています。さてお寺に行った時に何をお願いするのか、あごめんなさい、何の参拝をするのか。お寺には仏様、これがいらっしゃり、で仏様に参拝する、それで仏様に何かお願いする、まあこれも確かにあると思います。しかしですね、仏教の、まあ、作法においてこうやって合掌するという作法はその仏様に対して挨拶をしたり祈願をするためだけにもともとあったのではなく、これは朱印といって手によって仏の悟りの内容を象徴したものだという意味があります。すなわちこの合掌というのはですね、仏教の修行においては仏に挨拶したり仏に祈願したりするものというよりは、その前に自らが仏に近づいていく瞑想法なのだということなんですね。で目の前にある仏像様というのは自分の中にある仏、仏性を象徴した存在で、それを見ることによって心が神聖になるということが目的なのだという考え方があります。まあ悟りの仏教とそれからお願いの仏教、祈願の仏教というのが2つあるとすると、悟りの仏教の場合の参拝はその前にある仏像っていうのはそれ自体が仏様ではなくて仏の象徴として自分の中の仏の心を引き出すようなものだと、その仏像の体弱自然とした姿を見て心が静まる、自分の中の静まった意識、弱性の意識、仏の意識を引き出すための象徴シンボルなんだっていう感じですね。そしてそれに対して手を合わせることはこの作法によって心が静まる瞑想法である。これが悟りの仏教の参拝です。それは中心がですね、必ずしも仏様ではなくて自分側にあるっていうのかな、その仏様というか仏像ですね、お寺そして祀られている仏像とのインタラクションによって自分が悟りに近づくっていうのは修行法です。一方お祈り仏教に関して言えば、これお祈り仏教のパターンの参拝が日本人には圧倒的なわけですが、まあお寺に行って仏像を仏様と
と思い込んでですね、その仏像に対してですねお願いをするですね。この場合、まあキリスト教やイスラム教のその神様にお願いするのとほとんど変わらなくて、自分と仏様、仏像は別で、で絶対者である仏像仏様に対して何かお願いすれば何か叶うんではないか、まあそういう参拝のあり方ですね。でその時もですね、自分のお願い、これをそれだけにするとエゴを増幅させます。100人が100人観音様の前で自分を一番にしてくださいと言ったらですね、観音様も誰を選んでいいか分かんないし、100人100人やることは観音様でもできないですからね。その場合は自分にこれをください、まあ、例えば就職がうまくいきますように、またが要するに受験に成功しますようにというふうにお願いしたら、それをいただいた後に自分が世のため人のために何をするか、お返しできるかっていうのを考えながら、つまり利他の精神、利他の目的、これを含んだお願いをすべきであるっていうことじゃないかなと思います。まあ、そうでなければ私こそを合格させて、私こそをまあ就職させてっていうと、合格しない、そして採用されない人よりも私を優先してくださいということを神様仏様にお願いしていることになって、それはある意味じゃ他人のことは考えないエゴの増幅ってことですね。そういう形に神仏への参拝っていうのを使うっていうのはどうかなと思うんで、まあ要するに人間はやっぱり自己中心で自分の幸福を願うもんですが、それによってそれが実現したら他者のために何をするのかっていうですね、他から奪ったら何を返すんですかということを神様の前で仏様の前で、まあお祈りしながら考えるっていうのは重要じゃないかと思います。でその時に皆さんはお寺や神社の神様、皆さんの外の前の神様ですね、それだけではなく皆さんの中の神様ですね、皆さんの中の神様は良心とか良い心とか仏性、皆さんの心の中の未来にブッダになる何て言うかな性質ですね、それからまあハイヤーセルフとかシンガーと言われている自分の中の神様に働きかけているわけです。自分の中の神様にこのお願いはこういう利他の実践のためのものですから、その利他の心を持ってやるものだということをまあ伝えているということです。まあそうすることによって心全体がですねある目的に向かっていけるんじゃないかなということです。まあこれについてはまた別の機会にお話したいと思います。